これはそこまで難しくないと思うので、もしねちょっとこう仕事の付き合いとかでなんか無理やりクラブとか連れてかれちゃったら、いい年こいてダンスやってるアズと申します。ソウルルーティーンもう一つ紹介しようかなと、ちょっと前回の結構難しいので、本当にめちゃくちゃ簡単なやつ、一瞬で終わるようなやつなんですけども、曲名がねパトリック・ラシーンか、パトリック・ラシーンのフォーゲット・ミー・ノッツとかなんかそんなような曲、確か著作権の関係で音源使えないんですけども、これも地域によって若干ステップの形が変わったり、あと使用するその曲が違う異なる場合もある。静岡ではパトリック・ラシーンのその曲がかかるとみんなこうやる動きがあるんですけども、これはね簡単です。右足一歩前、左足一歩前、右足を一歩下げて左足を一歩下げる。まずこんな形、四角を作る。前前後ろ後ろ、1234、もう一回いきます。5678、今度右足を2回踏みます。12本の左、34で右左、右ついたら方向転換。この形で東西南北です。1,2,3,4,5,6,7,8、 次2回、1,2,3,4、 1回方向転換。このステップ自体なんてことないです。誰でもできる動きなんですけども、ちょっとかっこいい雰囲気に見せる、コツですね。ちょっとね腰から入れます。腰、フォーコーナーの時に教えたこの腰ですね、骨盤をちょっとこう出して、右足最初前出す時ちょっと腰から入ります。で左足も同じで、下がる時も腰を使います。下がる、お尻が出ますね。で今度左足もおけつをプリンって出して、こういう形、1,2,3,4,5,6,7,8、ちょっと後ろ向きで1,2,3,4,5,6,7,8、足出す時は歩く手でいいです。こういう感じ、この手も自由にやりたいようにやってください。別に決まりっていう決まりはないです。やる人それぞれ自由なんですけども、僕が気をつけてるのは体の軸を真ん中に残しながらやるというふうに僕は心がけています。どういうことかと言いますと、この体の中心の軸、足を出す時に体ごとこう出ていかないように足を出します。体は残しながら足で、後ろに下がる時も悪いやり方、悪くはないんだけど、僕の中ではちょっとダメだなと思ってるのは、下がる時に本当にこう体まで下がっちゃう。そうじゃなくて、なるべく気持ちだけは体は真ん中に残しておこうという気持ちで、なるべくこう 腰だけ出るような、なるべく体は真ん中に残してやった方が多分かっこいいと僕は思います。1,2,3,4なので、体というか頭の位置を固定するという考え方、頭の位置をこう足と一緒にこう動かさないで、頭の位置はもうここだって決めて、そう、頭の位置は変えずに、前出るときはほんのちょっとこう腰を突き出す、突き出す。で、後ろのときは大きくこう腰を引く。ちょっとこう、
前かがみになるような姿勢、ワン、ツー、スリー、フォー、正面から見るとこういう動き、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。僕はこういう風にやってます、お好みで。じゃあちょっと後ろ向きで、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイト。これはそこまで難しくないと思うので、もしね、ちょっとこう、仕事の付き合いとかで、なんか、無理やりクラブとか連れてかれちゃったら、別に何の曲にでこのステップ踏んでもいいと思うので、ちょっとこれ覚えておくと役に立つ時も来るかと思います。以上では、ソウルステップルーティン、パート3でございました。ご視聴ありがとうございます。Thank you.